はい、えー、こんばんは。よろしくお願いします。えー、よろしくお願いします。えっ、ー、と、つべ大学ぼちぼち行こうか。3回目。3回目ですね。はい、はい、今日はなんと京都にやってきまして。<laughs> えー、実は僕の母校でもあるんですけれども、僕はあの工学部なんで。 実はこう、初めて来、はい、まして、えー、全く懐かしくも何ともないんですけれども <laughs> <laughs> <の>、田辺民だったんですね、はい。田辺民ですね。はいでえっと、今日は同社大学、ただゼミさんといつも鶴大学やらせていただいてまして、はい、えった、と、だゼミとは何ぞやっていうのを突撃取材に僕たちがやってきまして、そういうところをお待ちし,しておまして、<laughs> みたいな。えーえー そうですね。んば経済新聞というウェブ新聞を私やらせていただいている後藤といいますで、えー、梅田経済新聞というウェブ新聞をやっている和田という和田さんとはいまして、ね、大阪ででも南波ばと梅田って言ったらもうね二大、はい、スポットですよね,ですね、はい、で今日は、はい、あのー 通常ね、まあ、うちの事務所でやらせてもらってまして、まあ、少ないながらも何人か見に来ていただいてるんですけど、今日は特にそういうのはなくって。まあ、一応来てもいいよと、学生には声をかけたんですけど、ね、はい、あんまり強く言われなかった、ね、そうですね。<laughs> まあまあ、こういうのもいいかなと。そうですね。はい。で、実際、こう、ちょっと配信されてるかどうか誰も見てないんで、はい、ちょっと。<laughs> 誰かーみたいな。<laughs> 一応まあ、あのされてるみたいな。 感じととといいいいうことでう、はい、行きたいと思います全然されてなかったら、ものすごく悲しいっていうか、寂しいですよね。ちょっとアーカイブ残ってるんで、また後で, <laughs> で、ねはい、見たいと思います、はい。誰か反応してもらって嬉しいです。<笑><笑>これ、ハッシュタグってちなみになんかあるんですか、ね、ハ,ハッシュユニブ2289、ね。えっと、ツブ役だから2289で,22で,で、何でしたっけ、あと。 えっと,、えー、と、ハッシュタグユニブイ2 8 9ハッシュタグシャープマークのユニブだから、UNV の2289。そうですね。はい。ということで、みんな一斉につぶやく、今から。せーの。<laughs> <laughs> みんなスマホ持ちやうね、今。<laughs> そうですね。はい。一応、ちゃんと、はい、やってますね。ちゃんと配信されてますんで。 よかった大,丈夫です大学のねコンピューターってやはりプロ棋士の設定だとかなんだかんだちょっと普通じゃない白い巨頭って望月さんにこの前言われちゃいましたがさ、えーはい、まあそんな感じでですね、うん、今日はあの何をするかってことなんですけれども我々はタダゼミをですねよく知らない、はい、ということなんでタダ、まあ、ゼミって何ですか っていうところと、あと、ただゼミが取り組みをされてる、ええ、えいくつか取り組みがあって、まあ、今日その中でも3つですね、えー、と反則会議の企画コンペティションで、えー、賞を取られたっていうことで、白紙、はいはい、の賞の <laughs> お話と、あと、えーはい、イーダストック。 という一大イベントがそうですね、これは長野県の飯田市の飯田、い後で詳しくお話しします。それから、あ今日の本題でもある、ウライブですね、ウライブの告知、ウライブとは何ぞやというところからお話を聞きたいなと思ってますので、大体1時間。そうですね、大学の授業と同じだから、みんなも大丈夫です。あっ、いい感じでこれね、流れてるんだよね、すごいかっこいい感じで、よろししくお願いますよろしくお願いします。 じゃあ、早速、あの、ただずみについて,いて、はい。ええ、政策学部とはは、大丈夫なんですかね,ですね。いや、政策学部とはが、知りたいです。<laughs> まず、そこから行った方がいいですかね。はい、はい、お願いします、はい。これは、まあ、教員が言うとね、なていうか、カタログとか、パンフレットとか。学部説明の、ホームページっぽくな,なっちゃうので、むしろ。 自己紹介を兼ねていきなりの無茶振ぶり <laughs> DMB ってよく言うんですけど、ね、<laughs> 出た無茶振ぶりの略で <laughs> 政策学部とはとかあるいは、えー、どうしてね高校生の受験生の時に同志社大学政策学部まあただゼミじゃなくて同志社大学政策学部を選んだのかっていうのをまあ一言ずつどなたからでもいいのでそうですねじゃあ自己紹介も含めて順番に、はい、えっと宮治さんから。 ですかね。お願いします。えっと、三回生の宮地里奈です。政策学部とは、あいえっていうので、いえ、政策学部とは、うん、なんか問題発見解決的な、優等生的なきましたね。政策のテーマで、まあでも経済学とか法学とか政治学とかいろいろ。いろいろ。 広く浅くやってます、うん。<laughs> やる。で,でも最終的に卒論とか研究ってまあ結構深かったりするんですけどね、うん。まあ最初の1、2年間割と浅く基礎をこうざーっとね全体見渡す的なす、ね。はい。<で>お分かりでしょうかそんな感じで。はい。はい。もう少し説明がいりますよね。<laughs> <laughs> <laughs> はい。じゃあ続きを南條さんお願いします。<laughs> はいえっと政策学部タダゼミ。 の南條ですすありがとうございます <laughs> 政策あの志望政策学部を受けようと思った理由は正直な話第一志望の <laughs> あ,れあ, <laughs> あれではなかったんですけどその政策学部を選んだのは、うん、そのやっぱりいろんな幅広く勉強できる、うん、一通り経済とか経営 政治学とか、幅広くとりあえず一通りできて、さらにそこで自分が興味がある分野を見つけられるっていうのにとても魅力を感じたので、政策学部を受験して受かることができ, <laughs> できました。<れ>だから今は、うん、の政策学部に来れてよかったなと。その言葉がきついなとう思ってます。じゃあ、ほ、はい、皆さん。 制作学部2回生のおなやねおごめん、うん、おなじみのオカミナそうですねえっと出演させていただくのは3回目解禁賞ですよねそうですね解禁賞ですね,ね3回とも出演させていただいておりますえっと岡本美奈ですオカミナともうなんかオカミナが浸透してるので <laughs> もうオカミナではいよろしくお願いしますで制作学部を選んだ理由はえっともともとちょっと社会 福祉政策年金とかに少し、いや、少し興味があったんですね。<laughs> あの、で、えっと、その社会の仕組み、うんえー、仕組みを広く、えー、学んだ後に、うん、えっと、その社会福祉だけではなく、いろんなことに興味を持って、社会を良くする仕組み、 についいいいてて学んでけたらなと思っそんなことを高校生の頃から考えてたんうん、いやでも、そういうことにしておきましょう。高校生の頃からはそういうことを考えていたいということにしておきましょう。はい。まあ、そういう学部です、制作学部は。はい。はいじゃあ、最後、奥田さん、お願いします。はい。 政策学部、えー、タダゼミ2回生の奥田美里と申します、えっと、私が政策学部を志望した理由は、えー、中学高校の時にあの社会科の授業が一番もう好きで,、はいはい、でそういった学問を勉強したいなって思ったんですけど、はい、あの法学部とか経済学部とか一つに決めることができなかったのでうん、うん、いろんな、えー、と学問が勉強できるっていう点で政策学部に魅力を感じて、はいはい、あの。 この大学とこの学部に入りましたはいはい。なんか面接みたいななんかこっちが緊張しまった緊張してますはいすみませんありがとうございますお方ですあの社会学部と政策学部ってなんか似てないですかどう違うんですかねうーんあの学問分野的には多分社会科学っていう括りではそんなに大差はないと思うんですよねはい。 でまあ、当然重複している部分もありますし、まあ、全然違う部分ももちろんあるということなんですが、はい、え全然違う部分になるかどうかちょっと自信ないんですけど、ええ、政策学部で多いのはやはりフィールドワークとかっていう形でですね、はい、教室の外に飛び出していこうっていうのはね多分社会学部そんなになくて政策学部の場合はもう1年生の時から。 えっと割とカタカナ3文字 AKB じゃないですけど、ええええ、f i e とかですね、はい、あのカタカナ3文字で言うことが多くて、はい、えっとまず f i e っていうのはファーストイヤーエクスペアリエンスの略で、はい、まあ要は1年大学入門みたいな、はい、まあそういうところにおいてもプレゼントか、はい、まあ私のクラスなんかだったら例えばえー、っとなんか御書とかねをちょっと。はい フィールドワークしてみようとかですねっていうことをやったりとかで実際ゼミ始まってからもうゼミごとにまあ今日のただゼミの場合はあの長野県飯田市の飯田ストックみたいなになるんですが、はい、まあそれぞれフィールドを持ってたりして、はい、でまあそこにいわゆるえ出かけてですねまあ単に観光するんじゃなくてそこの地域を盛り上げよう的ないわゆる地域活性化のまあ政策をとかまあプランを考えたりっていうようなあたりがまあいくつかある特徴の <laughs> 政策学部らしい 部分の一つかななとはは思うんんんですすけどどどどねね、はい、はい、なるほして頑張ります、うん、アカデミックスキルっていうのも実はもう一つ制作学部を説明する時に結構あの重要な授業になると思うんですが、まあ、具体的にどんなクラスを取ったかっていうのはすごいバリエーション豊かでですねたくさんあるのでちょっとまた2回目の出演で。 アカデミックスキルちなみにね、アカデミックスキル、略して AS なんですけど、我々だから FYE みたいに AS って言うんですが、最近の学生さんはみんなね、赤きって言って。赤き派赤き派か君たちはみんな、我々は AS をしてるんですけどね。全く分かんない。制作学部トークになっちゃってるんで、そこを分かりやすく。どんなでしたか、それぞれ。赤きえっと、私が。 私は2回アカス,スキアカデミックスキル <laughs>、えーえー、と受講したことがあるんですけど一つ目 1, 1回の秋楽器にとったものは、えー、商店街を活性化するためにその実際にその活性化するために働いてらっしゃる方のお話を聞くで、えー、と自分でその日本全国どういったことをしているのか調べてそれをプレゼンするというあのアカス アカデミックスキルを取っていました。明石家いいですかはい。で、2回の、二回生の春は日本人論を学んでいました。は,んね、はいそ。そんな、いいはい、のもありまして、全然違う、いあの、 一回目のアカデミックスキルと二回目のアカデミックスキルは違うんですけど、そうやっていろいろ幅広いことを学べるああ。プレゼンって誰にするんですか、そのプレゼン。いや、同じその。商店街の方々に。ではなくってそのクラスで発表,、うん、発表するんだったんですけど。先生がなんか評価っていう。そうですね、はい、うん。っていうのがまあ一つですね。はい。はい。他に何か。そうですね。えっと私と宮地さんは、うん、えっと一。 一回生のあリナはいリナアキ一回生の秋キの赤好きが一緒だったんですけどえっとメディアのなんだメディアのメディアのそう授業で外部の大学の先生じゃないんでそうでえっといろいろやったよね音楽新聞テレビ広告 CM あと舞台を実際に音楽テレビ CM 舞台そうですね産産業業コンテンツ産業産業論みたいなのやりましたあオカリオもいたうんそうでそうですね結構メディアっぽいのが多いのでそうですねそれで御所とかも行ったりあとは舞台その 舞台見に行ったりなんか劇団の劇団の舞台を見に行ったり<ー>あのその舞台のフライヤーを作っている人を呼んで,、うん、んでそのフライヤーができるまでの過程とかを聞いたりとてもメディアな感じです、ね、そうですね,そ,ね、うん、そんなの感じの赤すを受けましたね、はい、じゃあ最後に ミちゃんはい、えーはい、私はそのなんか割と制作学部らしい暁が続いてた中で <laughs> あの私が1年生の秋に受講したのは「うん、あの平和とは何か」っていう結構<ー>あのしっかりとしたテーマで、うん、のひたすら3人一組で「あの えと50分間発表をして30分間ディベートを仕切るというのを毎週やり続けて日本の授業じゃないっぽいね<で> <laughs> そうなんですよ制作学部らしくないんですけど <laughs>、うん、それででもあの、ま、ディベートだったり、うん、あのレジュメを作ったり発表したりっていうスキルが身についたかなと思いますアカデミックスキルでもそれもらしくないっていうよりそれも含めて制作学部っていうね ふうに理解していただいた方が多分いいと思います,そうです、ね、スキルが身につく感じの赤月を私は受講していました、うんうん、制作学部を出た方っていうのは何になることが多いんですかね、はい あのぶっちゃけあんまり差はないんですよね、あの小学部とか経済学部とか、ただ、まあ、こうやってプレゼンとか企画とかを割と、ね、あの低学年の時からやってるので、そういった、まあ、企画系というんでしょうかね、そういったところの進路が、まあ、若干、経済とか小学部よりも多いかなという、う法学部とかよりも。というぐらいで、まあ、でもあの、いわゆる円グラフで。 金融業界何パーセントとかいうのを比べると、ほとんどでも、あんまり大きな差はないっていうか、一緒ですねでも、あの企画とか何か物事を、はいえー、遂行していくために、多分必要なスキルっていうのが一通り身につくような国ってことですよね。ねはい、目指しております僕はもう、えー、多分今は亡き工学部。 今理工学部ですかね工学部電子校なんですけれども全くと言っていいほど社会に出てそういったことは役立ってるかどうかわからないんですけれどもまあでもコンピューターなんかはそうですねまあまあそうですねまあ僕は数学のゼミにいたんでまああんまり今どちらかというと企画とかプランニングやってるんですけど全く使わないんですけれども多分そういう意味では実際社会に出て まあすごく役立つ経験を今すでにされてるっていうふうに思ったんですね。ありがとうございます。まあはい、そうであれば嬉しいです、はい、我々も。 でえっと、なのでまあ椿大学っていうのも多分一つの,あの、まあ、僕らとしてもチャレンジだし僕らもともとインターネットで情報発信をしてるんですけれどもその中で最近すごくあの静止画とか文字だけじゃなくって、まあ、動画で配信するっていうのがすごく、うん、まあポピュラーになってきてるし、うんはい、逆に例えばテレビとか、まあ、ケーブルテレビ含めて、えーまあ、動画で配信していた方々が最近すごくネットを使って何かその双方向で情報を発信して集めて っていうことをやりたいっていうのもすごく言われてるんですね。ユー、うんうん、ストリームだけではなくユーストリームだけではなくてい、ね、まあ例えば、はい、あの僕たちあの大阪まあ全国まあ七十か所ぐらいですかね。今我々編集部がありまして大阪では南波と、えー、梅田とまああと他に阿部野と京橋ってあるんですけれども、うん、まあそれぞれの編集長が、えー、毎週一回ですね、えー、まあジェイコムさんというケーブルテレビのスタジオに伺って、うん え週替わりでまあ僕たちがえその街の情報をケーブルテレビにも配信してるんですね。で、そのフィードバックが、例えばネットでこれから来るっていうのも多分考えられるし、うん、まあそういう意味で、なんかいろんなメディアの垣根っていうのがどんどん取れていってるような、えー。いっとき、なんかローカルメディアっていうね、キーワードもあって、えーはい、そういう意味ではとってもそれも政策学部の。 らし一つかなとは思うんですけどね、はいはい、まね昔はローカルじゃなくてねもう本当にテレビ局が何て言うんでしょうかねマスコミも文字取りマスな感じでえ一方通行的なやつがやはりね地域ローカルまあケーブルテレビがその走りというか最初だったのかもしれないんですけれども、うん。うん なんかそういう研究っていうかテーマなんかもまあ政策学部というかタダゼミの一つテーマに一つになるなというねうん、うん、なるほどはい、はい、ちょっと思いましたなるほどまあだからまあ政策は何かその物事を決定してやっていくのにあたってそうですねメディアっていうのも絶対切っても切り離せないなこれからまず特にそうですよねはいまあソーシャルメディアなんかもそうですしうん、うん、え紙媒体のメディアもそうですしっていう感じでなんかライブの話に行きそうだね、うん、今 <laughs> <laughs> うん、そうですね、まあ、あの要はその、まあ、僕たちの,このつぶ谷大学っていうものが、えー、どこに向いていくのかっていうのも多分やってる僕らもよく分かってないところもあってああ、はい、やっていく中でこのユーストリームていうかソーシャルメディアっていうのが何に向いてるのかっていうのは多分ね、えー、分かってくることかなのかなと思うんですけれども、はい、まあそのただゼミの方々と一緒にさせていただくことで、まあ、何かそのつぶ谷大学としても、はいえー、新しい、えー、道が見えてきたらいいなというふうに思っています。ああそうね いい意味のなんていうか化学反応みたいなね元がいもしメリットがあればねそうですね嬉しいですはいでえっとただゼミについてっていうところは大体こんな感じで大丈夫です政策学部一番最後まとめをすると何か作ってる学部じゃないというよくね政策だから何作ってんの政策あと隔離政策っていうのもねよく言われるよねあのちょ新町キャンパスっていうことであのでも実際は今出川でも授業私なんて実は今出川の方が授業 多いですからね、はい、新町より。うんまあそこはちょっとねぜひ分かっていただきたいかなというなるほど決して隔離政策じゃないしも <laughs>、ね、の、ね、物を作ってる政策じゃないちなみにここの新町キャンパスっていうのは今出川キャンパスの中の1個っていうなじゃないですか。京都 京都高知っていうのは学校の校に土地の地ですね京都高知っていうのがいくつかあるキャンパスの一つが一番大きいの今出川キャンパスで二番目がこの新町キャンパスであと勘売館のやつを室町キャンパスっていうね確かっていうように呼び名がついてるので京都高知というくくりでは同じなんですけどキャンパス的には別のキャンパスと。 だけど学生さんは行ったり来たりしてるんですけどね。しょうよによって。まあ、あの、田辺キャンパスだった僕からしたら、完全アウェイの奈良交通が走ってますからね。ああ、そうなんですね。よく言う、田辺坂、はいはいはい、登りはったんですか。登ってましたね。車では行けないんです車でも通ってましたけどね、ほんまはだめやと思うんですけど。ちゃ全世界に配信 アーカイブも残ってますね。はい、<分>はい。大丈夫です。<laughs> 大丈夫ですか。はい。P <laughs> 入れといてね、後で。<laughs> <laughs> はい。はい、まあそんな、あの、ただゼミさんと、はいろいろ、まあ、させていただいてるんですけれども、はい、えっと、反則会議の企画コンペティションの、はい。はい、これに関してはね、あのー、えっとー、よ <laughs> 実は、 違う班だから、えー、実はあのグループワークっていう形でですねただずみの3年生があのいくつかの、まあ、チームというかグループに分かれて、はい、で別に反則会議に出しなさいっていうのを何て言ううんでしょうか必須課題にしているわけじゃないんですね。はい あの別に何をやってもいいということで、えー、例えば政策立案コンテストに出してもいいし、はい、全然違うビジネスプランコンテストに出してもいいですが、はいまあ、たまたまこの、えー、リナ K ですねの2人の同じ、えー、っと学年のチームだから3年生のゼミ生なんですけど、はい、全チームあ違うかメディア班は出さなかったっけ私たちのはもうライブを反則会全員出したということで、うん、だから チーム全部で4つか5つ4つでしたっけの、ね、うちの、まあ、4分の3だから、はい、まあ75%別に比率計算する意味は何も <laughs> 必要ないとは思うんですがまあ、半分以上が、はい、え出したうちの1つが、えー、なんとファイナリストに選ばれてしまいまして、ええ、であの現物持ってきたらよかったですがちょっと今持ってこなかったですが今あのちょっと大きい本屋さんに。 いけばあの反則会議という、はいえー、表紙がですねエヴァンゲリオンなんですが、えー、なぜか、まあ、その特集があるからなんですけど、はい、えっとそこの、えー、真ん中辺のページにですねあのー、今回、えっと、たまたまうちのゼミが出したのはその受賞ファイナリストになったのはセガ、はい、株式会社セガの、はいえー、初音ミクのプロジェクトなんですが、はい、他どんなあったっけただゼミ出したの。 と富士フイルームの3つ。最初なんかティッシュ王子製紙とかティッシュとかねいくつか言っててでそういう取り組みをまあ今回は3チーム出してまあそのうちのえっとセガのえ初音ミクのプロジェクトがえ企業協賛賞でしたっけ協賛企業賞をいただきまして。 で、その本、昨考感慨かけにちょっとパラパラって見てたら、電通とか博報堂とかそんなばっかりなんですよね、周り。もプロのプランナーさんが。ロのプランナーさんね大手の広告代理店さんばっかり。私も今日ちょっと来る前に見ていただいすそうそうたるメンバーの中に、そうなんですよ。ゼミの名前があって。本当に、びっくりしてるのは、ね一番我々がびっくりしてる。え、こんな、いいのみたいな。 でまあちょっとここだけの話、まだちょっとどうなるかわかんないんですが、一応、学部にも言いまして、はい、え大学にも言いまして、はい、まあこれはすごいことなんだよっていうのを、まずちゃんとね知ってもらわないといけないので、ひょっとしたら近日中に大学のホームページと、あ<ー>まあそこはさらっと簡単なやつ、うんうん、あのトピックみたいな、はい、あのトップページがあって、右下のこの辺にクリックするところで、うんうん えーまあ、オリンピックで金メダル取りましたみたいな、ええ、まあそこまですごくないんですけれども、うん、まあそこに乗るかもしれないっていうのとうん、うん、あと学部のはもうやはり受験生とかもね皆さん見ていただくためにも、はい、まあ政策学部の学生がこんな取ったよっていうのは結構詳しめの文章で、うんあのー、学生が、えっと自ら、えっと、反則会議所とはっていうところからですね、うん、文章を新たに書きまして、はい、それも多分来週ぐらいですかね。 あの主任会議っていうのが、まあ、水曜日にあるので、はい、多分そこの会議にかけていただいて、ええ、それで OK だったら、だから、ええ、来週の多分水曜のよ、ええ、<laughs> 夕方か、ええ、木曜日には早かったら、はい、あの皆さんに見ていただけるんじゃないかなと、はいそんなな感じですなるほどそれって大体どれぐらいの期間で企画って、皆さん考えてこれは春学期のあれ、いつぐらいからやったっけ、最初、すぐじゃなくて、途中から。 どうしてかっていうとね実は3年生の春学期ってすごくイベントが多くてですね、ええ、まずピーカップ違うわゼミ募集ピーカップが先ピークアップが先で,が先で実はエースアタッカーなんですよ <laughs> なんか制作学部のゼミ対抗のバレーボール大会で中高とバレーやってたので <laughs>、うん、彼女がエースで。はい あの男子も松尾だったんですが対戦チームの <laughs> サーブビシバシ入ったもんで、ね、あれでも10ポイントぐらい稼いだみたいなうでそういうのが実は春学期の最初の方にあって、はい、でえっと新しいそのゼミ生を募集するというのも実は同じ春学期の最初の方にありますので、はい、まあ梅雨前ぐらいですかね5月からゴールデンウィーク明けぐらい。 ですからどうしても反則会議の締め切りは夏休み中ぐらいなんですがじっくりそれをやるっていうんじゃなくてまあプロの広告の方って皆さんそうだと思うんですけどねもう本当に限られた時間しかないところでみんなアイデアバーと出し合ってっていうまあそれこそその結果徹夜もしない余儀なくされるみたいなそういう状況だと思うんですが割とそれに近い感じでただでミも今言ったイベントいくつかありますのでワーっと作る感じで。だからね実際はそれ 途中経過報告とかって言ってプレゼンをパーポで、はい、えっと大学の授業のゼミの中でやってもらうんですが、うん、何回ぐらいやったかな34回ぐらいよねそんなそ、ね、6回も7回もやってないよね。 うん、のぐらいの感じです。ええー、じゃ、あそれで、その受賞されたって、めっちゃすごいですよ、ね。ああ、ね、すごいですね。うん、もうっていう感じで、<laughs> もうゼミの担当者が一番驚いてるというような状況。はい、じゃ、あ来年とか受験生とかも増えるかもしれないし。あやった <laughs> ね、こんな嬉しいことはないですね。ただゼミ入りたいから、制作学部受けました。まあ、たまにでもね、言ってもらえるんですね。うんうん、あの。そういうのはオープンキャンパスとか、以前やってたりとか、えーえー、あのっていうことで。はい、うん、まあ。 ね何人か今のゼミ生で見たりするんですけどはいまあぜひこれを機会に制作学部の受験も考えていただければカメラ目線で言っちゃいましたがはいなるほど分かりましたじゃあえっと今回出されたのはじゃあ3回生の方でえっと2回生の後期からえっと皆さんゼミに入るまだ23回そうですねまだ自己紹介程度しか やってないです <laughs> まあただ普通の自己紹介ではなくてやはりパワーポイントを駆使してですねでそれも文字で「なんか趣味は」とか書くんじゃなくてもうできるだけビジュアルで文字を少なくしてえねそれで話術を鍛えましょうみたいなうん、うん、まあ彼女たちは今ちょうどそれをやってるところですね、はいはい。じゃあちなみにその ゼミの面接というのかああそこでプレゼンされたのをちょっと聞いて打ち合わせになかったでゼミ生があの実は上級生という現役ゼミ生が、はい、これから、えー、っとゼミに入りたい子を面接するような感じで<あ>毎年やって僕は横でこう偉そうに見てる感じ、えー <laughs> だから、どんなしたやったっけ、覚えてる?えっと。ここ二人はゼミ面接に行けなかった、うん。っあ、そっか。すみ, <laughs> すみません。役立たずね <laughs> みたいな。<laughs> <laughs> でも、ゼミ面接で一番印象に残っているのは。ここが、おな、あのグループ面接だったんですけど、うん、同じグループで。印象に残っているのが、うん、えっと、ドラえもん、じゃ、のび太にとって、うん、ドラえもんは善か悪かを。 数人でディベートして1分以内にその理由,理由と結論を述べようみたいなのがあったんですけどそれが一番印象に残ってますね <laughs> まさかそんなこと聞かれるなんて思ってなくてそ、ね、<laughs> ういうのってあれですよね、えっと、コンサル系の面接でよくはグーグルの時にも<ー>、ねね、全米のピアノ全部直すには何人いりますかとかうっていうよくありますよねコンサル系なんかにも、はい、割とちょっとそれを意識したような。 問題をみんなで考えてでもいきなりそんな難しいね <laughs> まだ2年生なのでまあ,あの <laughs> いい答え出すどうのこうのじゃなくて、はい、その時にどういう感じでそのグループワークですよね、はい、まあ言ったら一、はい、人ずつ答えを聞くんじゃなくてみんなで話し合って、はい、でそこでその何て言うんでしょうかね役割分担 あの誰がリーダーシップ取ってるかとか、うん、あのひょっとしたら全然そういうのにねうまく関われない子がいるかもしれないしとか、うん、まあその何て言うんでしょうか答えいい悪いはもちろんそうないるんですがあった方がいいんですけどそれよりむしろなんか、うん、今後ゼミに入ってからいいグループワークみたいなことができるかなっていう、うん、まあそういう意味ではチームワークを見てるっていうようなね状況だとは思うんですけどもね。 皆さんはあの、まあ、たくさんゼミがある中でただゼミを選んだ理由っていうのはなんかどうやってゼミを選んだりしてるんですかね皆さん <laughs> あそれのイベントも実はねただゼミが実はやってるっていうのをちょっと言ってもらっていいかなあゼミ、うん、選びのイベントですかそうですねそうですねゼ、ね、ミの募集の説明会とかが行われるんですけど、うん、それの、はい、その説明会とかのイベントも ただゼミのメンバーが企画して有志がが企画してその資料とかも作って運営してね2回戦も参加してみんなね公式にもあるんです一応もちろんね学部のその行事として昼休み中にあの教室を一ゼミ一教室使ってっていうのはあるんですがまあそれだけだとちょっと情報量が少ないというかまあねなんていうか。 あの型にはまった説明しか聞けないのでやはり本音を知りたいっていうようなところから多分ね始まっゼミ生がやった方が伝わるしみたいなゼミ生によるゼミ説明会でま学部の公式は教員とまあのゼミ生ももちろん入っていいというそういう説明会なんですけどそこの部分も実はねただゼミが数年前からずっと一つのイベントプロデュースという感じでやらせてもらっているというそんな状況です。 じゃあ、出演的に一番人気になりそうなきも。これがまたね、<laughs> その。うか <laughs> 一番人気は今年どこだったんかな。足立。ですね、うん。そうですね。そうですね。ね <laughs> そうですね。大 <laughs> 体ゼミって何人くらい今いらっしゃるんですか。 多いところは二十数名で本当、うん、っていうか一応単純に割り算したときに学部から言われるのは178名ぐらいのことが多いんですが、はいええ、まあこれは単純に学生数割る教員数みたいな、うん、なんかそんな感じなんですけどでもあの上限は特に設けないので、はい、教師がまあ OK 出せば <laughs>、はい、何人でもいいよっていうことで、うん、今年ねただでみ8期生24。25ですね。 一人留学,てて留学に行ってしまったのででも3年生の時は188で8 3, 人留学3人留学してるという、うん、国際派遣です <laughs> <laughs> なるほど <laughs> はいそんな状況ですかね<ー>はいわ、はい、かりましたえっとえ皆さんはそのただゼミに入ってこれを学びたいみたいなのが何かあって入ったんですかそううかかなんかこう まあ、友達同士で入ったりとか、うんまあ、いろいろあると思うんですけどただゼミをを選んだ理由そうですねえっとすごく悩んだんですよ。はい、で最終的にただゼミとあともう一つのゼミですごい迷って、はい、どうしようってなった時に結局自分が一番興味がある勉強というか分野が何だろうって考えた時に、はい、その広告とかメディアとかそういうことだったんですけど、はいはい、そういうのを扱って そういうのに取り組むゼミっていうのは意外となくて政策学部に多分ただゼミぐらいですよねこんなマーケティングとか広告とか取り組んでるのが、うん、だから最終的にはも自分がやりたいことができるゼミって考えたらもうただゼミだなってなってただゼミを受けましたねうん、うん、なるほど、はい、なるほど 言ってるわけじゃなそうです、メディア学科みたいなィアはい。まあだけど、比較的多いですよね。広告マーケティングができるから、ゼミがいいみたいな。なるほど。他の方はいかがですかえっと、私は、あの、先ほども出ました FIE、ファスト・イヤー・エクスペリエンス。で、えっと、それは、抽ューセントが適当に割り振られて、全然、あの、 その自分の希望するところには行けないんですけども FIE は私はたまたま多田先生の FIE だったんですよ、はい、でそこのえっと縁で、えー、そのゼミのイベントに一回生ながら少し関わらせていただいて、うんうん、そこの縁が一番多田ゼミを選んだ理由としては大きいですね。うんうん あのティーチングアシスタントというか、まあ、スチューデントアシスタントって学部の、えー、と3年生とかが、はい、1>, えと1年生の,の FI のところのアシスタントのような感じで、はいえー、来てくれるんですがそれが実は前、えー、実行ウライブ実行委員長のシーラこと西村咲子という忠世、はいえー、生なんですけれども、はいね、彼女がぐ、ね、いぐい <laughs> やらないって言われまして「あじゃあやります」 見事に移られたそのままただゼミ生になってしまいましたわかりました、はい、じゃあえっ、ー、とそのただゼミでその毎年行われているイベントで言い出すックっていうのがあると思うんですけれども、はい、えっとこれは三回生の、はい、そうですねはいメインになるのは3回生でーー一応役割三つあの班に分けるんですけど一、はい、つがまああのー 舞台班ということで、まあ、イーダーストックは音楽イベントですので、うん、当然、ステージを中心にですね、はい、運営したり、進行、はい、司会役をやったりということで、はいえー、それが一つありまして、それがまあステージと言わずにまあ漢字で揃えた方がいいかなっていう感じで、あ、違うか、あとはカタカナ出てくるか、メディア。<laughs> <laughs> <laughs> まあ、ごめんなさい、今のちょっと返事でカットはできないですけど、<laughs> 舞台班ありまして、はい、えっと、まあ、漢字続きでいうと、もう一つ屋台班ですね。はい <coughs> これはあのいわゆる出店というか夜店というか、はい、あの関西では夜店って言いますよねあの、縁日の金魚すくいとかでも関西以外は結構でえなんて言うんやろ出店とかで、うん、うん。でまあ、あのー、一応食べ物を売ったり地元の方もされててで、今回。 いや屋台班なのでちょっとそこは後で行ってもらうとしてでもう一つはあのメディア班ということでまさにただで見らしいまあ一つである情報発信でブログとかですねフェイスブックページとかツイッターとかのアカウントを公式な感じで作りましてそれをこう PR のねプロモーション活動の一つにしましょうという感じの体制ででま今日の2人はたまたまえっと舞台 屋台班、屋台班、舞台班、舞台班。欠席という。まあ、というか、二年生はそんなに無理に。自由参加。だったので、私が。自由に。自由に。はい。希望して。たくさんの名誉にかけて言っておきますが、彼女がサボりとか。じゃありません。大丈夫。ですなるほど。で、どんなんでしたっけ、屋台班。屋台班は、えっと、京都の地ビールと。あの、京都サイダーっていう。 飲み物の販売をしたんですけども、はい、ジビあと京都の日本酒の、はい、を販売しました京都の日本酒ってなんか地酒みたいなやつでしたっけあれそうです、ね、なんか一生瓶で持って,きて一生瓶で持って今日地ビールは3種類持って行って、はい、まあ全部完売という形になったんですけどで隣はその飯田の 千代,千代地区っていうところでやったんですけど、はい、の人たちのが五、えー、平餅を販売してたりあと、うん、綿菓子とかかき氷、うん、焼き鳥とか本当にお祭りの屋台みたいな感じで、うん、一緒に地元の人と一緒に活動したって感じですね、うん、じゃあその学生さんと地元の人で、えー、とそれぞれがあのなんですか屋台もやり ステージもステージに上がる人も学生さんもいるし地元の人もいるし、はい、みたいな感じなんですかね。私たちはステージにも上がりました。<laughs> <laughs> 後で写真あったかな。以前ちょっと微妙な感じですけど。<laughs> えそれはステージは何を？タナセミバンドで。ナセミバンドで先生が演奏,演奏してで歌うっていう、はい、<laughs> ボーカリスト二人でって感じで。 じゃあもう、ゼミ生の方は必ずバンドに参加ができたら、<laughs> あのー、ほぼたたずには入れるみたいな<あ>当選確実 <laughs> 選挙じゃないのね当選って <laughs> 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 ない。泣いてもらえちゃうみたいな。えっと、ステージの方はどうでしたか、今年は。あ、えっと、私は、えっと、その。 未開生なので、そのなんて言うんでしょう、ではなく、そうですね、アシスタントのような形での参加で、うん、えっと舞台上では、その地元の方のバンドの演奏とか、うん、あの地元の方のカラオケカラオケなどを、えー、あとはちびっ子が参加して、うん、じゃんけん大会、うんお、お菓子の景品付きのようなものを、うん、一応、あの舞台班、私としては、その、 司あの舞台班の先輩方はその舞台上で行われることのそのもろもろの企画立案をやってらっしゃったと思うんですけど私はもう本当に飛び入り参加飛び入り司会な感じで来年のための修行というかその先輩たちっていうのは急んかゆるキャラを呼びたいとか言いだしてねゆるキャラも実際来ましたね。 ふふふた、ふたキャラほどふたキャラほどきちゃったそれは言い出しのキャラクターそうですね、言い出し残念ながら千代地区のその千代って千の要はあの代表の代って書くんですけどえっとはもうすでに千役っていうかその日ちょっとほかの来ていただけなくてで、ほ遠山郷ってちょっと隣っていうか近くの地区があるんですけどそこのキャラクターとあと言い出しですね のキャラクターかな。はい。えっと、った遠山丸とぽーちゃん、ぽーくん <laughs>。性別はわからないんですけど、の二キャラクター。うん、女の子違うの？なんか女の子でしたっけ？お尻は見ないでねとかなんかするセリフが。あーあ、じゃあ女の子。<分> <laughs> きっと女の子です。はい <laughs>。ちゃんちゃんで。うん。 なるほどえー、とこのイベントってもう3年目ぐらいなでそうですねっっ飯田ストックという形でのその千代地区の野外ステージっては2年目なんですが、はい、まあこういう取り組みをするようになってはもう3年目っていう感じですかね。なるほど、はい、えっとそもそもこの飯田市のこの千代地区っていうの、えー、ところで取り組みを始める、はい、ご縁きっかけですか 文部科学省から教育 GP ということで、はい、あの地域の取り組みに対してまあ予算をつけましょうというときに、さ、はいえー、まざ、あ、まな、その、 ゼミごとにフィールドがあって例えば京都の北部地域ですとか、うん、まあ全然違うところ、まあ、北は北海道から南はどこかなよくわかんないですけど九州みたいな感じなんですが、はい、えっと、もともとただゼミはそのフィールドワークとか観光学をやってたりとかっていうようなことじゃなくて、はい、まあくまで、えっと、PR とかプロモーションとかマーケティングみたいなところ でのそのそなんか地域との関わり合いができたらいいっていう程度で、はい、以前はあの京都市の北部のあの天の橋立てとかありますよね、はい、あの辺りにまあ、若干ご縁でその教育 GP の予算を使わせていただいて、はいえー、何回かやらせてもらってたんですが、はい、その時にあまちづくりのまあ えー、なんて言うんでしょうかね全国から精鋭の方々にパネルディスカッションのような感じで集まっていただいて、はいでまあ、それぞれの地域でやられていることを皆さんに、えっと、紹介するという、まあ、いわば 制作学部主催の講演会みたいなやつを実はやることになりまして、うんはい、で、その時の間会を田田が私がやらせてもらうということになった時に、はいえー、長野県飯田市から、はいえっと、桑原さんというまあ、はい、その方は実は町のそういう取り組みすごくやられてる方で、うん、実はかつ県あのライブハウスのオーナーさんでもあってですね音楽はもうギターはプロみたいな<ー>本当にプロだと思うんですけど CD とか出されてるから。えーえーはい という方とすごく仲良くなったんですね、ええええ、でそれがまあきっかけなんですがうん、うん、もっと細かい話 しちょっといいすか、はい <laughs> 本当この話すると桑原さんがもうこれを一言で多田,田さんと一緒をやっていける確信を持ったという実は話があって、はい、あの司会進行役ですのであのそのパネルディスカッション当日ですね「はいえー、本日はどうも皆さんあ,のありがとうございます」から始まってですね、はい、趣旨を言ってですね、はい、どういう方々が言ってで今日のあのまあ音楽に例えて言うとその「 なんか台本でガチガチに決められてるまあ音楽で出たとえて言うとクラシックの音楽じゃなくって、はい、もうフリーなジャズの感じででですねで皆さんプレイヤー一応一流のミュージシャンの方々ばかりだから、うん、まあ好きな感じで演奏してもらって、うん、だけどジャズのなんて言うんでしょうかねあの結構そのバラバラだけどフリーな感じしながらもかっこいい決めるところはピシッと決めるみたいな、うん、そういう感じできたらいいですねとか言って、えー、やたらそんなこと言ってて、えーえー、であの音楽なのであの実は僕は。 イントロが長いので有名でね、一時ホテルカリフォルニアのタダって言われてたことあるんですよとか言って。<laughs> 知らんよね、みんな。イーグルスの。<laughs> ホテルカリフォルニアのタダって昔言われてたんですよ、実際。<laughs> えーはい、学生時代かな。はい、学生時代が結構ペラペラ人前で喋るの好きだったのでね。<laughs> <laughs> <laughs> でそれを言ったら桑原さんもうこいつとはソウルメイトっていうのは一生の友達 <laughs> っていうふうになって <laughs>、ええ、もうそれ秋冬だったんですけどちゃんとその年の、ええ、あの「ジョの鐘」になって0時0分の時にねたださんおめで届けてメールくれしね <laughs>、ええ、でそれがもう3年ぐらい前の話なんですけど <laughs>、はい、もうそこからただゼミバンドという形で <laughs> 多い時は年間3回ぐらい <laughs>、はい、飯田にライブ行ってるみたいな。 そうなんですか、はあ、ですこのイベントの時じゃなくてもてて意外にもやはり、はい、そうですねこれだけで行ってなかなか地元の方々ともやはり心が通い合わないのであのなかなかち,ょあのちゃんとしたバンドじゃなくてもでアコースティックギターで今日はまあ来てないんですけど 1>,、はい、あの1人いま、えっと、してですねあの司会をやった水谷美咲にね あの,あの子が1、えっと、人でなんか曲を何曲か歌ったりとかですね、はい、であの私と桑原さんが2人真ん中彼女を真ん中に挟んでギターを弾いて、はい、で地元のおじさんたち。 10人ぐらい座ってる前で弾いたととか、それも一応ライブと呼んでるんですかね、全然ライブじゃないですか。はい、まあそんなこんながご縁ですいません、ホテルに歌うようにね、めっちゃ長なりました。1曲が長い、6分はかかるみたいな。なるほどでももうその3年目っていうことだったら、だんだんその地元の方たちとも関係を持けてきて、そうですね、屋台はでも2年目だったのでね、あの去年はなんか、 やっぱりこうジグハグ感があったんだけど今年多分ねそこら辺も若干はまあ比較できないねでも2年前行ってるわけじゃないかねわかんないよね。まあお話ししながらいろいろ,いろ楽しくできました。うんうん、共同ってやつですね、うん。なるほど。まあこれもそのじゃあイベントをするだけじゃなくてまあその一応 結果というかまあ検証もして、はい、来年のゼミに生かして、ね、みたいな感じで、まあ、うんレフィールドワークという位置づけでまあ、はい、最後その単なる感想文じゃなくて、ええ、まあ俺も当然感謝の気持ちも入れる形での、うん、まあ、はい、レポート。はい 書いててもらっでまあこれもう少し詐欺になるんですけどえっとビデオを回してますのでその飯田ストックのステージもそうですしその前後のいわゆる街歩きみたいなところとかでえさまざまなシーンを押さえててでまあそれをあのプロモーションビデオの形でですね長野県飯田市に納品させていただくという広告代理店的なことも実は3年生の秋学期きやってましてちなみに2人の班はね 何をやってるんだったっけ PV, ?PV、屋台班。屋台班の、うん、テーマというか、どんな感じの,感じのえっとー、おかりよね、やってたっけあ、違います。ますなんか、ストーリー性とかはないんですけど、うん、あっ、某 CM のオマージュという,う。オマージュで。<laughs> <laughs> 30秒バージョンと1分。1> うんうん 飯田に行くときと行かないとき <laughs> <laughs>、関西に行わかると、<laughs> あるときないときってやつで,すよ <laughs> で飯田に行ったら元気になるみたいな、うん、元気。うん ちょっと普段の生活は疲れてるけど、イーダで癒されて元気になっていく少女たちみたいなテーマで今編集してますね。なるほど。はい、今日はその PV でちょっと見せてあいただけるんですかね。ねはい、これはそのまだ完成はしてない、ね、まだはい完成してないんですが、実は小林さんというプロの歌手の方がおられまして、はい、えっと去年のイーダーストックから参加していただいて、今年もあのー。 最後のトリを務めていただく形でステージを、はい、あのやっていただいたんですが、はい、えっと彼女がまあ何曲か歌うラストに「ですね、はい、あのサム・ハッピー・デー」っていうまあ歌詞に注目して聴いていただくと、はい、とっても普段はバラバラに暮らしてても最後みんな同じ星で一つに集まろうみたいな曲が。うん そのね、2回言いだすとおっでっていうところに非常になんかこう一致するということでうん、うん、ご本人もですね、はい、あのその趣旨に賛同していただき、はい、えとただずみでその、まあ、プロの歌手の PV をですね、はい、プロモーションビデオを作ろうということになってまだちょっと未完成なんですけど、うん、ちょっと曲どんな感じかだけで聴いていただいたらと思いますあ、はい、じゃあちょっと見てみましょう。 <laughs> 入れてもらわないこれはいつぐらいに完成する予定なんでしょうか、はい、えっとですね、一応、市役所へのヒンって先ほど言いましたが、えー、まあそれも合わせて、ね、おそらく11月の終わりか12月の頭ぐらいですね。でもすごい風景と音楽が合ってて、あそうですね空を見上げてというあたりが、の綺麗な。 信州の青空っていう感じとこう一致していいかなと思います。なんか中のあのでいろいろ出てきてたんですけど、あの向こうのえっと家とかに泊まったりとか結構何日間ぐらいいてらっしゃるんですか。と実は二泊するうちの一泊が普通の民宿とか温泉ではなくてわざとその地元のあれなんていうんであったっけ農家民宿っていう言い方してたっけ。民泊 貧乏？ちょっとじゃあ実際泊まった人たちどんなところに泊まってたんですか？そうか <laughs> おそらくこの中で泊まってるのは私だけ私があたち私がえっと泊まらせていただいたおお家はえっとアサギマダラ えの難しい蝶、えー、<laughs> の種類ですね,のですねあの珍しい蝶々の種類なんですけど、うんそ,えー、そのえっとそのアサギマダラっていうのはこの同じ地に戻ってくる習性がある蝶らしくてはい、はい、でそのあの内藤さんっていう方のお宅に泊まらせていただいたんですけども、うんはい、あとあそのその,その自分のお家の周りをそのなんていうんでしょうその蝶々の 戻ってくる場所にしようっていう取り組みをされている方のお宅に泊まらせていただいて、<laughs> はいえええっとその日の夕食はイノシシこれは、ここだけなしね、どこのお宅にお世話になるかによって、ごはんを食べるお酒が浴びるようにノーマンしよ、まあ、は そうですね私、泊まらせていただいたお宅は本当に素敵なご夫婦でなんか定年退職された後にこの千代の地に夫婦2人で引っ越してこられた方のお宅でなんかすごいいいおばあちゃんといいおじいちゃんって感じのところでのほほんと一泊させていただきました。はいい学校っぽ 筑波大学がまだあるんですよね。はい、まだあと三十分ちょっとはいまだあります大丈夫。じゃあまあそれぞれにのこう思い出もありつつみんなで作り上げたイベントもありすごく楽しいイベントなんですよね。はいはいはいわかりますわかりますはいじゃああとえっともう一つあのただゼミの大きなイベントでウライブというのがあると思いますけれども。これがある日のメインですのでそのために。 学生スタッフ4名がですね、はい、今日、えー、来てくれてますので、はい、はい、あのー、ウライブっていうの、まあ、同志社大学の学生であれば、いぶさいっていう、ね、学園祭のことをいぶさいって言いますけれども、そのうライブっていうのが、まあ、何なのかっていうのは僕もよく知らないので、えーまあ今日ユーストリームでね、あのウライブを一番ご紹介したいなと僕も思ってますんで。で 聞くところによるとですね、<laughs> <laughs> すごいゲストが来るということで、はい、まあそういった、その、ライブ自体も、そのただゼみの皆さんで、まあ企画をして、運営をして、PR してっていうことなんで、まあその辺も含めて、ちょっとライブとは何ぞやっていうところから、教えていただいていい、うん、きたいいす。頑張って学生スタッフでやって、あの詰まったらこっちがサポートするので、う,ん、うライブとはから、うん、じゃあ。 一番最初にライブが始まったのは「うんあのー、う同ち社のいぶさい」は今出川キャンパスで毎年11月の末に行われてるんですけどその新町キャンパスを裏と捉えて、うん、その今出川でやってないことい、うん、同じ日にだから同じ日に元々は新町キャンパスでメディアのイベントを やろうっていうので多田,田先生とと,と関西ウォーカー編集長の玉城編集長と1回目にねゲスト来ていただきましたよねたぶん編集長つぶや大学統括プロデューサーの,の餅月さん三<う>人でもじみの餅月さん、ね、始めたイベントですよね,ね、はい、そうです <laughs> その通りよくできました <laughs> はいだからまあ裏っていうのはもう今でがの表に対してまあ新町は裏かなという、まあ、単純なそういう、うん ネーミングですね。はい <laughs>。今年は新町キャンパスを飛び出して。新島会館っていう。あのー。御所の近く。うん、丸太町。そうですね。丸太町通り,の、ま、最寄り駅はね。はい、うん。えっと新島城の聖火の隣にある、うんうん。聖火ではないよね。あれなんかちょっと。 間違って一部の方にご迷惑をかけしたとかペロが謝ってましたが、委員長が、はい、なんか普段は結婚式の二次会とかが行われるホールをお借りして、うんうん、今回はそこで,そうです、ね、ちなみにね、君たちはまだ数年後の話だけど、あそこでいわゆる謝恩会やることも多いよね。われわれ2、3回あそこ行ったことあるけど。どういうものか。今年のテーマはあ いやすいませんなんか入りそびれた感がすごくあるでいやあのあとこれ重要かなと思うのが今年は実はいぶさい期間中にやらないっていうライブだけどライブなのに全然いぶさいとはかぶらずに11月4日月日日曜日日日曜ですねはいにそう、クローバー祭の京田辺の学祭 同社のの裏なんでまあ一応一応裏で裏クローバーなられたんじゃないんですかなかったと思うんですよ昔は本当ですかクローバー祭というのが京都鍋で行われるんですけどそれと今回は日がかぶってるっていうま偶然ですねま偶然今年も裏でよかったからなるほどまあ大学のねキャンパスを挙げてのえ 学園祭というか、まあねイベントと、まあいったらゼミというか、学部というかですもんね、だからまあ、そういう意味でもまあ裏なんですけれども、う本当のイブ祭に行かずに、こっちで勝手に裏井をやってたっていうのが去年まで。そうですね、反骨精神というか、ちょっとなんていうか、ねそういうイブなんか出るかと、そういうやつらに来てもらうみたいな、そんな感じですかね。はい 去年までは大人の方が主催っていうかとか企画とか、あのー、と大人も楽しめる学園祭っていうのを、まあ、勝手に玉木編集長とあと松笛大学の望月さんともですね、えー、よく。 酔っ払いな実は『イーダストック』もそうなんですけどね話戻りますがウッドストックという伝説のジミー・ヘンドリックスとかいう、うん、まあそこから『イーダストック』って作ったんですがうライブも多分確かねタメキさんと望月さんと2年23年前の年末年始どっか、うん、京都の某所でお酒を飲んでた時に。 なんかそんな話になりまして、本当にライブが今、存在したみたいな、出来上がったとっいう、まあそんな感じなんですけど、はい何の話、ごめん、振られてやったか分 <laughs> かりません。うとはうらとはそうですね。で、がえっが学生主催、ただゼミの有志がえっと中心となって、うん、まあ、学生スタッフ自体はね、実は去年からそうですね。はい今年3年目 ?3 年目。年目はもう,もう おじさんたちが勝手にやりたいようにやったって感じで,で去年からも学生スタッフという感じで,で今回その2回目っていう状況ででまあ、彼女たちはそのただで店でありかつその学生スタッフもやっているとはいいうような状況でございますね。うで今年のライブのテーマが「感じるメディア」っていうことでなんかメディアって一口で言ってもいろんなあのコンテンツがあるというか、うん、メディア。 テレビもだし紙媒体、雑誌とか新聞とか、あと広告、音楽とかいろいろあるんですけど。いいじゃんそのポスター、カメラに近づけに行ったら。これが今年のリナが作りました。カメラマンいないので自分で近寄っていかないといけなく。あ来た来た。ダンゴムシがあれダンゴムシなんですけど。ダンゴムシ。ダンゴムシかっこいいと撮るか気持ち悪いと撮るかクールと撮るか。 インパクト、うん、でもう裏っていうのでなるほど感じてシ、ね、<laughs> の裏でそれでさまざまなそうです、ね、ゲストの方も、えー、そうですね、えー、と雑誌の編集長だといろんなメディアの、えー、と最前線で活躍されている方を読んで見て聞いて触れるっていうさまざまなメディアを一つの空間で、うん、そうですね感じていただいて、うん、時間はどれぐらいするんで,しっそそうですか、えー 1時開演6時終了予定結構長いですねめっちゃ長いですね今が持つのかという出入り自由なんでそう好きな時に退出していただいても構わないしまた帰ってまディズニーランドとかだったら一回出てもなんかこう見せたら入るんそうですねあのポンってされるそんな光のスタントみたい違うかその辺もちょっと考えないとそうですねこれから作る考えますそうでで。すね。 まあ何よりゲストですよね、今年の。すごい人が、すごい人が、うちの実行委員長が頑張ってくれて。今年のゲスト、特別大物ゲスト、なんと、なんと、なんと、リリー・フランキーさんす。すげえ。でもこれ、本当すごいですよね。ね、すごいですね。本当に。最初はね、ちょっと来ていただけないんじゃないかっていう。 まあでも裏の話をすると、なかなかもう無理じゃないのっていう、諦めたほぼ諦めてました、正直、スタッフも。でもちょっと諦めずに、実行委員長がアポ取って、一発逆転ホームランのようリリー・フランキーさん決まったみたいな、これがもう目玉ですね、完全に、そうだからリリーさんっていう名前を発表した途端の皆さんのリアクションがすごかったですね、やばかったですね。 いいねもそこだけすごい多いっていう、うん、<laughs> フェイスブックも,ックもだからたくさんの人に期待して頂い,いてるので。 楽ししいいイベントにしないとそ,で、ね、そのようのプロモーションなんかは、まあ、あの彼女たちはさっきあのちょっとお話しさせてもらった例の反則会議とかそういうところは全然やらずにひたすらそのフェイスブックのページとかですねあとプロモーション、まあ、その企画そのものなんかをどういうふうにやっていこうということでやはりあの単にお祭りとかイベントじゃなくてやはりそのゼミでの勉強とかどう絡めるかということで、まあ、いわゆる理論不足じゃないんですけど。 そういうメディアの理論とか広告 CM 手法とかをいかにやるかっていう、まあそれを延々この今学期はですね、やってきて、まあその成果がもうあとわずかで、そうですね1か、ね、月切ったんで、とということでそれに向けてっていう、今、そんな最後の追い込みの状況。ちなみに、その新島会館、これ2回ホールっていうことですけれども、うん、キャパはどれぐらいあるんですかね,そうですねキャパがえっと、大体座っと座て着席で250人,収容250人 はいね、大宴会披露宴ん、結婚式披露宴の時のなんか大きいのありますよね、イい250で結構でかいですよね。で今、うん、参加表明してくださっているのが100人がすでにもう来てくださるということで、ありがたいですね、<ー>でもこれもっともっと来ていただかないと。いや,いやもうぶっちゃけ有料,有料なんですよね、1000円か800円かみたいな。うんそうですね そんなにねなかなか集まっていただけないんじゃないかということでまあの手この手でししまてはいそうですねこれ事前に応募した方がいいんですかね当日来ても入れる入れます。入れます当日も全然入れるけどただあの割引のシステムはそう学生がえっと普通料金だったら学生が1000円で大人の普通一般の方が1200円なんですけど。 フェイスブックのフェイスブックのいいね割引いや、いいねじゃなくて、イベントページ。フェイスブックのライブのイベントページに参加表明してくださった方は、えっと、えは学生が800円で大人の方が1000円になって、で、フェイスブックもやられてない方もいるかもしれないということで、アテンドっていう。アテンド サービスを使って、はい、そちらで参加表明してくださった方も割引料金にするという形になってますフェイスブックでは、えー、と裏,裏イブ裏が漢字でイブがアルファベットで EVE って検索したら、まあ出,てまね、出てきますね、はい、でここでフェイスブックのイベントページの参加ボタンを押した方であれば200円引きということで、えー、学生800円、はいえー、大人が1000円 ってことですねいません僕かな入力ではい <laughs> <あー> <laughs> なるほどでえー、なんとリリー・フランキーさんにまあ会えてしまうというか、はい ね、生,生リリー・フランキーさんに会うことができてしまうということですけれどもこれはのリリー・フランキーさんも、えー、ずっと1時から6時までではないんですかですそう、はい、リリー・フランキーさんの出てもらうコンテンツは、はい、もう後半最後の後半なんなるほどその時間はどんな配分に何をどのぐらいやるのかっていうのはもう決まってたりするんですか ざっくりしか、はい、今まだタイムスケジュールが完全に組めてないんですけども大体リリー・フランキーさんに出演していただくのは最後の2時間になって。なるほどということは、えー、夕方の4時ぐらいから6時ぐらいまで。でねはい、これユーストできる内容なんですよね。ちなみにリリー・フランキーさんのマネージャーから、はい。 ちょっと今言われてて、今交渉中。それより前のコンテンツはユーストリームで配信をする予定お願いしど例えば、音だけなしで映像だけのリリー・フランキーさんとか。なんか、アーカイブを残さなければ大丈夫かもみたいな。ちょっとじゃあ、微妙な。ちょっとあれですね、ユーストで見ると画面が。 白く飛んでるかもしれないでほか <laughs> <い>にもさまざまな出演者の方がいらっしゃって去年も出ていただいてる人でいくとコンテンツディレクターで編集者の江口慎太郎さん。 はい、元広告批評編集長の川尻さん、はい、とあと,た、えー、と関西語科編集長の玉木さんとつぶや大学統括プロデューサーの望月さん,望月さんあとた田先生、はい、あと今年から「えっ、ー、とブックスダンタリオンっていうフリーペーパーや、うん、えーとジンの販売、うん お店をやっているはいるいいい、はい、さんという方は結構結構あのねこの世界というかでは第一人者ですよね、はい、人の中で酒井さんもお呼びしてます、はい、あと同社大学ミスキャンパスのファイナリストの,<お>女,の女の子たちを呼んでちなみに何人ぐらいミスキャンパスの方が <laughs> 8, 人8人の方がいやえっと8人中7人。 全員になったんですかじゃあ全員だそうです。素晴らしい。華やかさをそこで。ちなみにこのミスキャンパスは例えばイブで決まるとかそんなイブで。なるほど。じゃあ一足先に生ミスキャンパスファイナリストを見ることができると。今のところリリー・フランキーさんとの絡める予定なので。かななり危険でもちょっと面白い多分そこは 当日…来て…ストリームじゃなるほど、当日来てくださった。あのっあのタイムラインでも、千葉、えー、大学の統括プロデューサーの望月さんから、えー、生リリー・フランキー氏は危険です。<laughs> <laughs> <laughs> ですね。ということで、ぜ、ま、ひ、あ、800円とか1000円とか払って、実際見に来た方が絶対いいよっていうことですね。 か内容としては、はい、えと関西編集長サミットっていうコンテンツがあって、うんうん、そこは、えー、と関西岡編集長の玉木さんと、はい、ブックス・ダンタリオンの酒井さんと,、うん、と京都の学生フリーペーパー団体の編集長を。 3人お呼びしてこれからの紙媒体の未来についてというテーマでトークセッションしてもらったりあとその学生フリーペーパー団体の編集の裏側をについてちょっとおしゃべってもらったりあとフリーペーパーブースを用意して各団体のバックナンバーを実際に置いて手に取って見てもらえるようなスペースを作ろうかなと思ってますね。 あのうちの大学の広告研究広告研究会の、えー、編集長も確か出るというでそれがまたまたまただゼミという,う <laughs> 安藤よろしくですね。<laughs> での次にメディアトークセッションというのがありましてこちらは。 ね、これ司会進行がものすごく難しいと思うんですよね。司会は誰が司会は実は。あ、望月さん。望月さん、頑張ってね。なるほど。5時間ずっと、5時間ずっと頑張っていただいて。時間にしたら何分間ぐらい1時間 ?1 時間。なるほど。だから、あ、私です。あ岡おかい去年に引き続き、私がさせていただきます。なんか去年 なんでしょう去年ももちろん初めてということで緊張したんですけども、うん、今年のライブの司会は、うん、<laughs> とっても緊張すると思います、うん、いい経験、ね、はい <laughs> 頑張ります去年はちなみに人身会だったんですけど、ね、ここの, <laughs> のもう少し上の大きい教室だったんですけどはい、はい、では関西ウォーカーさんのプレゼンツの企画もありましてうんうん、うん、はい落語かける女子落語かける女子。うん まあウォーカーワクと我々が裏呼んでるんですが、うんまだはい。まあ多分あの編集長に加えてですね、あの有名なあの女性の編集さんで、金山さんっております、ねうん、はいはいはい、はい、がねやってくださってる企画です。ですね、なるほど。プレゼンツです。金山さんプレゼンツ。関西ウォーカーワク。ワク<枠>はい。そしてそこからもリリーさんのコーナーが始まるんですけど。はい。 まず最初はリリー・フランキーさんの人生相談室ということでと <laughs> 明日からフェイスブックいい、ね、明日フェイスブックに情報公開するんですけども、はいはい、その SNS やメールとかで人生相談を応募してもらって、うん、実際にそれをリリーさんに答えていただくというその場で,で当日のお客さんからも相談募集して答えていただくるほど。 今までそのそれまでの3つの企画がまあどちらかというとお客さんはただ座って聞いてるだけっていう企画が多いのでお客さんも参加していただいてまあ実際リリーさんにとお話できる機会がそこで持てるという,うそ,その場で解決してくれると <laughs> はずですず <laughs> であとはさっきもったんですけどミスキャンとリリーさんの、うん「うん これこれが一応やばいですねええスキャンパスの広報企画っていうええ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 では見れない人えええええ人ええ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 企画ですねこんな感じですね今なるほど まあ、さ最後のメインイベントがそのリリーさんで締めくくろうみたいな、そんな今、流れですからね。来週からフェイスブックでもあの正式にコンテンツ発表をしていくので、うん、チェックしていただければと思います。はい、ウライブのフェイスブックはすぐ見つかりますね。あのそうで一応、ね、うちアルファベットで言うと URA で裏で、イブは EV ですね。それであの検索していただいたら、多分すぐフェイスブックのページも見つかると思いますので。はい チェックぜひ皆さんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、はい、そんな感じで大丈夫ですかウライブははいえっとまだまだねそのウライブまあ二百五十人 うち100人ぐらいの,さんあの観覧希望が来てるってまだまだ今これね見ていただいてる方がもしいたら、うんね、まだまだ間に合うっていうことで実際の企画も、あのー、学生の、まあ、皆さんがやってるっていうことで、えー、ちょっとあれですよねその大人がやるのともしかしたらまた違う目線で、まあ、大人っていうかねその 僕たちがもしかしたらやるのとはまた違うのかもしれないですね、うん、かいい意味でもね、いい意味でやはり学生らしさというのが、ねえー、できれば、各種企画コンペも多分そうだと思うんですが、単純に幼稚で学生らしいっていうのでは当然だめでね、学生しかあのできない目線とかですね、うん、見方、捉え方ができればいいなということで、ちょっと話戻るんですが、Facebook 持ってない人は、なんかツイッターでもできたよね、確か。 それに関してはいけますか。はい。そうですね。ミリさんから。Facebook のページで参加表明以外に、あの先ほどもちょっと出たんですが、あのツイッター。Twitter とかであのアテンドっていうものを使って参加表明もできますので、うんえー、それで参加表明していただくと割引も効きます。まああのこ,このビラも、えー、の学内とそれから学外のいろんなお店に置いてたりするので、はい、ぜひこのダンゴムシを手に取ってみていただきたいなと思います。うん、<laughs> 手に取りたくないなっていう人いるかもね。手に取ってみていただきたいと思います。裏返ってるし動かないから。<laughs> はい。ぜひぜひ。はい。はい まあこのライブね、もうあと1か月ですよね。1か月もないぐらいということで、うん、もういよいよ近づいてるわけなんですけどね。あの僕ももちろんね、あの、配信でお世話になります。そうですね。お世話になります。ユーストの配信をさせていただくということで。えっとちなみにユーストの配信チャンネルっていうのはどこでやるんですかね、これは。どこでやるんですかね。に決まってたり。ページ。ユーストのページ。 については <laughs> 今日担当者が担当者が言い出しに行っちゃってるなるほどですね、うん、つぶや大学でやるわけではないんだよねこれはその裏イブの配信、うん、別にでもやっちゃってもいいような気もする、ね、なるほど裏イブの裏をつぶや大学でやるとあー <laughs> いいですね裏チャンネルみたいなちゃんね怪しげでディ <laughs> フランキーさんのこう裏とかああ。 すごい、やばいやつ、ね、やばい、やばすぎるかも。ね、はい。望月さん、今頃、横浜で真っ青になってあるんじゃないですか、ちょっと、<laughs> あの。<laughs> 今、それどころじゃない感じ。ですみません、っていうコメントが来てますけども。<laughs> はい。はい さあまあ、そんな感じですね、えっと、つべ大学、ぼちぼちいこうか、まあ、関西のつべ、えー、大学、つ、ま、べ、あ、大学、もともとね、あの横浜メインでやってて、え今年の7月から、まあ、大阪でもやろうやないかということで、統括プロデューサーの望月さん、望月さんもね、同志社大学ということで、関西岡の玉木編集長も同志社,、うん、社で、やたら同志社の方がすごく関わってるつべ大学なんですけれども、ねはいえー、ぼちぼちいこうか、関西、まあ、今までね、よだい橋でやって,て、3回目、こちらの京都の の同志大学新町キャンパスにごさせていただいてようこそお越しやすだきおいでやすかなお越しやすおいでやすあのまあ僕たちもあのタダゼミの皆さんが何をやってるのかって分かってるようでね分かってないっていうところがあったんでまあ一度ちょっときちっとお伺いしてはいありがとうございました本当今日はもうなんかそういう時間ですねはいそんな感じで大丈夫ですかね今日はい 大丈夫ですすかははいいじゃあ最後小田さんででお願いしますも本当にあのこの前までただゼミの皆さんとどういうふうに一緒にこれをやっていったらいいのかっていうのをすごくああのまあ、どういうことが得意なのかとか、えー、あの正直学生さんとどういうふうに一緒にやっていったらいいのかっていうのはすごく悩んでたんですけどでも今日本当にすごくあの皆さん がそうどういうことを学んでいらっしゃるのかとかも聞けましたし、うん、えっとまあ今までってあのなんとなく私とか後藤さんとかでこうちょっと企画を、えー、企画というかあう、ねまあ、テーマを考えてってやってたんですけど。うんうん まあ今日のお話を伺って、多分企画からがっつり一緒にやってもらえるんじゃないのかななんて思って、<ー>はい、<laughs> ちょっと今後にいはい期待したいと思いますので、はい、はい、これからもよろ,よろしくお願いします。今日どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。時間が20分ぐらい余ってるのはいいんですか。なんか一発芸やっていく。<laughs> い,やい,やい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 や。うん。 ちなみに来,来週じゃないわ、来月のぼちぼちこかどんな感じになるんですかね、はい、まだ全然き決まってないとは言うんですが、なんかちょっと言っとかないですか、せっかく時間もありますので、そうですいやまあさっきの話で、うん、公開ブレスト、裏イブの裏の話しますか。 まあ、一ヶ月後に当たるのでいいのかな、うん、後藤さん的にはあれなんですよね、実は。あの、ご本人から言,わ言いにくいので、かわって言うんですけど、ぜひミスキャン読んでほしいらしいですよ。あ、はい。ね、ですよね。<laughs> ですよね。<laughs> <laughs> あの、リリーさんと会わせる前に、あの、後藤さんがいつもやられてる、あの、豪快だ、じゃなく、機械だ、大阪 <laughs> なんとか、トライを、イを <laughs> ごめんなさい、こういうイメージは。 そんな面白い違います。むちゃくちゃ感。そうですね。知ってるトライオ。うあのもうあれですね。あの大阪のご当地ヒーローの何話伝説トライオっていうこの右側のそうでも左 AKB みたいな感じ。左はですねあのリアナっていうヒロインの女の子なんですけれどもえっとまあこのトライオをまあうちの会社で。 大阪ヒーロー実行委員会というのは大阪の中小企業を何社かで作ってまして、うん、まあ PR をしていて、えー、まあもうあの情報多分ねオープンになってるんでいいんですけどあのー来年の1月からテレビ大阪で番組をやるということですへえー、すごいうんまあ多分ねあの子供たちの間で多分カメラににちゃん写しに行ってくれカメラアシスタントの奥田みりです <laughs>、はい アあ、消えてるはいはい映ってるかなはいトライーもうちょっと寄せたほうがはいありがとうございますそんな感じですねそうですねでテレビ大阪でするんですかあん、消えたトライーですのでまあトライオつべだよくまたね機会があれば出てみですねそういうのもはいんか地元地元大阪アイドル 関西大岡さんもよくされてるしははははいいいい後藤さんのとこも結構そういうのをねそうですねうちもそうですね大阪の和田さんもねご存知の大阪メルヘンっていうメルヘンヌっていう後藤茶アイドルのうちで曲を作ったりとかもやらしてそういうプロデュースもねただゼミ的にもね面白いかもしれないですねただゼミゆるキャラじゃなくてただゼミ初のアイドルただゼミ初のアイドル作る だから、同志社初のアイドルとかね。ああまだいないかな。あ、面白いかもしれない。作ろうか、みんな。D、D、D、s うん。同志社、DS、D、え同志社大学。DSD。DSD48。48、あ。うん。あ、いやー。 でももクロは Z ですからこの人進化の Z と絡めて48じゃなくて個人的には Z でいきたいからみたいなまあまあそういう感じのこともいろいろ広がって何でもできる学科というか学部ある意味制作学部もそうですしただゼミは特にですねあのゼミの研究テーマをこうね絶対これやりなさいって決めてないのでもう 学年によってはカラーも全然違うし、逆にこっちがね、どんな今年やってくれるかな、楽しみにしてるみたいなね、そんな状況なので、またそのあたりもご縁があれば、ぜひぜひ、よろしくお願いしたいと思います。季節外れのかかとんできます。めっちゃ MacBook Air に止まりました。ありがとうございます。どうしたいい時間になってきました。ということで、3回目こんなところでですね、終わりたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。 どうも、ライブよろしくお願いします。